まあ、そう、パジャマ、記憶、パジャマ。おはようございます。鳥さん、かわいい、ありがとうございます。くちばしさん、くまさん、ありがとう。こちゃん、おはよう。こちゃん、おはよう。仕事の休憩中、少しでも生きた、ありがとう。めちゃめちゃ寝起き。なんか寝てた、今日めっちゃ寝てた。メール送って、なんか寝てた、また。けいめちゃん、ありがとうございます。おはよう。おはようございます。くまさん、ありがとうございます。そう、おはようございます。おはよう。みんな、すごい、おはよう。そう、おはようございます。本当に、そう、おはよう。朝ごはんはあんまり食べてない。食べてないね。そう、ありがとうございます。くよみちゃん、ありがとう。こちゃん、久々に見えた。うるぴ、ありがとう。やば、暑いの、めっちゃ暑いよ。エアコンつけてなかったらね、本当にね、もう生きていけまいよ。おはよう。そう、おはようございます。イケてる人、かわいい、ありがとう。そう、洗濯しながら見ています。素晴らしい。おはよう、来れた、ありがとう。おはようございます。久しぶりにいます。ありがとう。嬉しいんだか。久しぶり、ありがとう。そう、コナさん、ラブ、ありがとう。エチオシカード、ココちゃんのおかげでシークレット出ました。素晴らしい。素晴らしいよ。素晴らしい。そう、ヤカタココちゃん、ありがとう。ハート、そう、おはようございます。ヤカタココちゃん、ありがとそう、ありがとうございます。夢で公園出てるココちゃん見れたの？イエーイ、ありがとう。嬉しいんだが。くしもさん、ありがとう。きるみちゃんもありがとうございます。ハートいっぱい。そう、今日のコースは少し斜めだね。斜めになっちゃうね。そう、眠いんだ。おはようございます。本当に。そう、前髪切りたい、今。とても前髪が切りたい。そう、予約できん、ココちゃん剃った、イエーイ。暗くない、なんか。たまさかい、10個ありがとうございます。そう、めっちゃ邪魔だ。そう、ありがとう。ミラーボール、ありがとうございます。クチパチさん、うさぎさん2号も、ありがとう。ひまわり10個。そう 穏やかな顔のココちゃんって、めっちゃ穏やかじゃない？今日すごい穏やかな顔してる。そうね。そう、朝から大学6連勝中。なんかね、今日は何も、昨日はなんか調子悪いと思ったら調子良くなって、メール送った瞬間なんか調子悪くなって、なんか、あと、今日でもう最後のゴールデンベッドタイムじゃない？そう、ありがとうございます。そう、やばいよ、今日がマジでやばい日。今日やばいよ。そしたら、あさってはお休みになるのかな？あさっては2時を過ぎたらみんなお休みですか？多分。ありがとうございます。アボカドさん、ありがとうございます。まだ油断できないね。そうだね。メンテナンスになったらってことか。そう、おはよう。メンテナンスか。最後まで頑張る、頑張ろう。
そう。ね、いい結果になるといいです。そう。くじ当たった？うん。あのね、7枚、5枚、6枚、5、6、7枚当たりました。どっちだっけ？頑張ろう。そう、おはよう。そうですよ。ちょっと傾いてますか？そうですよ。傾いてます。そう。3枚なんだけど、なんか1000円当たった、初めて。初めて1000円が当たって、すっごい嬉しい。そう、こうちゃんおはよう。朝からめっちゃ幸せ。幸せです。そう、おはよう。おはようございます。合計はもっとあった。合計はね、2000円くらいあった気がする。もっとあったかな。もっとないか。そんなないか。宝くじのおかげで調子がついてよ。イエーイ。でもなんか今回なんかみんな当たって、結構さ、今までより当たってるイメージある。でもこのさ、むくみを取りたい。200枚じゃ取って2枚だけ。そう、ね、お金のむくみ取る方法みたいなないんですか？そうです。アイコンガチャに消えた。アイコンガチャってなんかちょっと厳しい、高くない？アイコンガチャめっちゃ高いね。汗をかくことかな。外に出たらめっちゃ汗かいた。昨日散歩行ったんだけど、一瞬でもうドゥワーって書いた。ドゥワ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 。そう、サイレンはいっぱい買う、いっぱい買ってください。ここちゃんとフリフリしよう。よいしょ。そう、おはようございます。おはようございます。そう、散歩はやばいんですよ。しかも昼間に行ったのよ。なんかだから、そう、お腹すいた。みんな今日の朝何食べましたか？今日の朝は何を食べたんですか？やば。そう、最近ココちゃんと全く対戦できない。嘘。あ、パンフレッシュソースと、美味しそう。パン、あ、いいな、パン食べたいな。パンにしよう。お腹すいた。グラノーラ。まだ何も食べてないのは、すでキョコならちゃんと同じです。マグロのすで、え、こないだなんかマグロのユッケみたいな、マグロユッケみたいな食べたんよ。なんか驚くほど美味しかったんだけど。マグロ大好きなの。そう、マグロ、パジャマかわいいでしょ。そう、美味しそう、めっちゃ美味しかった。ユッケめっちゃ好き、ユッケがめっちゃ好き。なんかそう、ユッケがめっちゃ好きなんよ。あ、かわいいロックありがとうございます。え、でもあの焼肉のやつの方が美味しかった、普通のユッケ。そうです。焼肉のやつが本当に美味しかったね。生肉っていうか、なんて言えばいいの。そう、あるじゃないですか、なんか焼肉のやつのめっちゃ味が好き、ユッケの。そう、ユッケ苦手な人いるから、それなんかちっちゃい頃に食べてめっちゃ美味しかったんよ。だから食べれます。そう、ユッケ
ユッケのタレ、え、なんかさ、タレうまっ焼肉のタレうまっ、焼肉のタレだけで多分ご飯食べれる。お肉いらん。え、ちっちゃい頃ココちゃんお肉あんまり嫌いだったから、タレとご飯だけ食べてた。やばくない？めっちゃタレご飯、タレとご飯をそう食べてたお肉食べれんよ。そう、そう、うなぎも、うなぎのうなぎは、そう、うなぎもそう、うなぎもそう、そう、肉の脂があるから。今はなんかね、薄い肉なら食べれる。なんかね、あれ、薄いお肉しか食べれんのよあの分厚いお肉は本当に苦手です。そう、タレが美味しいのは分かるでしょ。そう、薄いやつしか食べれん。そう、薄いお肉、分厚いやつは本当にそうダメです。そう、なんか肉って味するやん、めっちゃ肉って味するやん。そうだからね、そう、ステーキとか無理。そうなんかお肉って味がそう無理なの。そう、しゃぶしゃぶもね、しゃぶしゃぶはまあ食べれるけど、あんまりって感じ。そうなんで、え、でもハンバーグは食べれる。そう、ハンバーグは食べれるよ。そう、苦手な食べ物がない、本当にそれすごい素晴らしいことだと思う。なんかこうちゃんのお友達にもなんかいるんやって、苦手な食べ物が一つもないみたいな子が。マジですごいなんか尊敬してるもん。ケーキで焼肉行った時何食べたの？ソフトクリームをいっぱい食べました。こうちゃんの言ってるお肉の話めちゃくちゃ、から本当嬉しい。そう、ハンバーグは大丈夫。なんかトウモロコシもや。そう、ソフトクリームずっと食べた、10個ぐらい食べた。あおみさんに100個食べろよって言われてうさぎさんにごありがとう。コナタンさんおはようございます。おはよう。そう、あおみさんに私は脅されて100個食べようとして10個しか食べれんかった怖いでしょもう言い方がさ、なんかめっちゃ可愛いの。なんかね、そう、なんかいけるやろみたいな、そう、いけるやろ、あは、なんか倒れちゃったんだけど。そう、10個でも結構すごい、それな。そうなんですよ、あおみさんはそうですね、完全に怖かった。そう、ありがとうございます。そうそうだよん、はい、とありがとうございます。そう、よいしょ、倒れるんやけど、そう、ありがとう、お花さんありがとうございます。そう、あおみさんマジで好き、ココナさんは。あおみさんのダンスめっちゃ好きなの、本当にやばい。そう、スタンド壊れた、え、もうスタンドやばいよ、スタンドね、カカカカってなっちゃった。そう、スタンドは弱々になって、あれ500円のスタンドなんですよ。ひめたんと買ったの、めっちゃ可愛くない？ひめたんはあの携帯につけるライトみたいなの買って、ココちゃんはスタンド買った。そうね、あみさんに会いたい、めっちゃダンスうまいもん。
あ、15分経過ありがとうございます。イエーイ。163日ありがとう。163日ありがとうございます。今日も無事毎日配信を迎えることができて本当に嬉しい、本当に嬉しいんですけど、嬉しすぎて、うん、泣いちゃう。あー、もうそんなに倒れんといてよ。そう、こっちゃん、え、ありがとう。ひめたんのリングライトめっちゃ漏れる。そうなんだ。そうだよ、こちゃん毎日癒しありがとう。そうですね、ありがとう、優しい。マジ倒れる。そう、いたたた、そうです、押さえとくわ。おはようございます。そうだ、ヨンが可愛い。え、なんか何でもさ、ヨンって言っちゃう最近。いいヨン。そうだヨン。そう、おはようございます。何でもね、ヨン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 って言っちゃう。花さん、誰もありがとうございます。ヨン。やばい、お腹すいた。キリミちゃん可愛い、ありがとう。おはようございます。ヨン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 。そう、あとは、うわうわうわ、ピカンってした。うわ。そう。リンゴさん、ありがとうございます。はい。そうです。もぐもぐ配信だよん、違うよん。そう、もうすぐ初見です、フォローしたよん、好きだよん、ありがとう。そう。ね、初見さんのノリが良すぎて泣いちゃう。大好き。そう、ケシマさんありがとう、アボカドさんもありがとう、スライムさんもありがとう。イエイイエイイエイ。ヨン、フォローしてくれたヨン、ノリがいいのヨン。最高最高だヨン。そう、めっちゃ面白い。面白すぎる、ありがとうございます。本当にそう、たまにはそうヨン聞きたいな。え、そう、めっちゃ種類ある。なんかね、日々私は変わっていくんですよ、あの流行語、流行語が。そう、そうなんですね。猫のダボル猫ありがとうございます。女の人もありがとうございます。そう、日々変わるよね、本当に。かい、ありがとうございます。来週から涼しくなるみたいだね、本当。おはよん、おはよん。おはようございます。え、マジか。え、本当？ああ、うん、確かに、うん、あ、確かに、ちょっと、まあ、30度前半ぐらい。そう、ココちゃんの流行りについていかなきゃ、ついてきて、ぜひ。カモン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 。あれ。めちゃめちゃノリがいいよ、初見さん。推しができそうよん、推しになってよん。くまさん2号ハートありがとうございます。そうだよ、もう9月だよ、9月なのにこの暑さは半端ない。今来ました、ありがとう、おはよう。そう、初見です、ありがとう、ぜひフォローお願いします。そう、30度前半はまあいつもよりマシかなって思うけど、どうなんだろうね。よーん、そうです、9月ですよ。岐阜のハードルの高さやばい、それな、やばいよね、完全にね。そう、ブーンブーンとヨーンはね、別々ヨーン。そう、
そう、みかちゃんありがとう。みか、うん、そう、9月といえば何をイメージする？9月は何があったかな、修学旅行がありました。そう、ありがとう、浴衣こごちゃんもありがとう。そう、おはよう、おはよう。そう、あつ、お腹すいた。そう、9月はチキンバーガーで、え、なんかマックのあの新しいあのマックフルーリー、なんかお餅が入ってるみたいな、9月から始まるみたいなやつ、なんだっけあれは、何ですか、お餅が入ってるらしいやつ、あれがめっちゃめちゃめちゃめちゃ気になるんよ。そう、めちゃめちゃ気になっちゃう、お餅。そう、わらび餅、あ、調べてみる、マックフルーリー、めっちゃ美味しそうなんですよ、画像が、画像を見ただけでめっちゃ美味しそう。え、でもこの月見パイもうめっちゃ美味しそうだった、あんことお餅だってめっちゃ美味しそう、めちゃめちゃ美味しそう、うん、そう、9月の2日なので、あのまだですまさかのまだです、これ食べたすぎる、マジで。こうちゃんチェックしてね。そう、これはなんか見た、これはねママがね、そうそうです、マック大好きよ。もう少しあと3日4日です。そう、ドラえもんのヨーグルトシェイク、ああ、めっちゃ、それめっちゃ気になってたんやけど、ヨーグルトシェイク飲みましたか。なんかここの頼りしてくれてる方もいて、マックのドラえもんのヨーグルトのシェイクめっちゃ気になる、美味しかったですかそう、美味しかったよ。お、美味しかった、どういう系、あのさ、ヨーグルト味、普通に昨日飲んで美味しかったよ、めっちゃ飲んでるやんめちゃめちゃ飲んでる、素晴らしい。そう、ヨーグルト、ヨーグルト味、普通に飲んだよーん、美味しそうよーん、めっちゃ気になるね、想像通りの味、あ、あの味か、じゃあ気になる、めっちゃヨーグルト味か、気になる、飲んでみるね、じゃあ。そう、はよ、出汁で帰ってきた、ありがとう、これの人ありがとう、ハット、え、飲みたい、え、え、いつまで、普通になんかもうすぐなくなっちゃう、もしかして。ドラえもん味ですか、飲んだらもばめしてね、はい、そうです、ありがとう、クロミちゃんもありがとうございます、この人もありがとう。そう9月中旬、あ、意外に長いんだ、じゃあ飲んでみるよーん。そう、初見です、こんにちは、ありがとう。何、限定のカップっての何、そう、ありがとう、イソウサギちゃんもありがとうございますポテトの150円は食べてないね、なんか食べたわ、食べました、全然食べましたね。そう、容器はしずかちゃんだった、え、ドラえもんは、ドラえもんがいいな、ココナちゃんは何、なんかしずかちゃんのノリでココナちゃんとか言っちゃった。リンゴありがとう、リンゴさんありがとうね。そう、ココちゃんおはよう、おはよう、恥ずかしい。そう、ココナちゃんそう、ドラえもんだった、え、じゃあドラえもんが多いのかな、あ、ドラミちゃんもあるんだ、リンゴありがとうございます友達かな、そう、めちゃめちゃマック近くにあるやないですか、いいな、ジャイ子星になるよんなんでジャイアンは、ジャイアンはいけるのに、ドラえもんは S サイズの、うーん、そう、パパ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 、おはようございます、本日もおはようございますだよ。そう、
ジャイアン。なんでジャイアンはいいの？スネオもある？じゃあ、そう、スネオもありますか？じゃあ、なんでもあるじゃん。そう、スネオ。なに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 、なんでなんでスネオって言うの？そう、出来すぎはいないでしょ。出来すぎってなんかあんまりじゃない、あんまりなさそうじゃない。そう、間違えたよん。そう、ドラミちゃん、あ、ドラミちゃんないんだ。ドラミちゃんいそう。ドラミちゃんはよいしょ。そうね、面白いね。シークレット、シークレットってあるんですか？シークレットってあるんですか？そう、だなさそう。え、カップも調べてみようかな。じゃあカップ、ドラ、あ、間違えた間違えた間違えた。ドラえもんし行くカップ。そう、ありがとうパパ、ありがとうございます。貝殻くん、貝殻ホタテです。え、5個や、5個。こんだけです。ジャイアンスネオ、しずかちゃん、のび太くん、ドラえもんです。そうね、え、なんか結構、え、めっちゃ可愛い、色が可愛い、可愛すぎやろ。これでね、ココちゃん、これジャイアンだったらすっごいさ、悲しい気持ちでもうダメだ。やっぱドラえもんがいいです。こんにちは。そう、飲みに行こうかね、行ってみて。インスタすぎちゃん、ありがとう。リンゴの人もありがとう。ね、ジャイアンだったら本当にね、あの、悔しい。ジャイアンね、かわいいよ、全然いいんだけどね。そう、そうですね。ジャイアンはあかんです。死って、スネオも、スネオも嫌だ、嫌じゃない、どうなの。そう、ジャイアンとスネオは嫌だな。しずかちゃんかドラえもんがいい。そう。はい、めっちゃ面白かったね。ぜひ今日、今日行きたい、今日行けたらいいな。そう。そうだよ、ある意味もうこうやってさ、そうやって言ってると、いや、いや、ココちゃんはマジで可愛いやつしか聞かんから大丈夫。はい、ということで、はい、ということで今日もね、ちょっとランキングを読んでいきます。ランキングを読むよ。はい、57位は、はい、57位は、あ、これはね、あの黄色のねやつです。黄色のね浴衣です。はい。はい、13位が女の人、ありがとうございます。そして12位がアボガドさん、ありがとうございます。そして11位がリンゴさん、ありがとうございます。そして10位がカラフルなお花さん、ありがとうございます。9位が、はい、9位がクロムちゃん、ありがとう。そして8位がクイシモさん、ありがとうございます。そして7位がキリメちゃん、ありがとうございます。そして6位が卵、ありがとうございます。そして5位が待って今どこまで読んだ。5位が浴衣ココちゃん、ありがとうございます。そして4位がうさぎさん2号、ありがとうございます。そして3位がスタイムさん、ありがとうございます。そして2位がうさぎさん、ありがとうございます。そして1位がくちばしさん、おめでとうございます。はい、ということで、まず最後に写真撮るね。今日も最後に写真を撮りたいと思います。え、マックね、行きたい、行けたら行くけど、どうなんだろう。今からマック行くよん、いいよん。はい、ということで今から写真撮っていきます。はい、ブーンお願いします。ブーン、はい、ありがとうございます。すごい、今日もありがとう。これからメールを書こうか、写真撮らなきゃな。
あぶありがとう、初見さんもくんありがとうございます。ハートもありがとう。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。また明日も見てください。これからメール送ります。はい、ということでバイバーイ。